りました。クルーズトピックありがとうございます。クルーズトピックということで、ね、ちょっとね、あのね、ちょっと思考を変えまして、ちょっとね、ついてこれるかわかんない。クルーズ TV トピックスですね。はい、クルーズ TV トピックスですね。ってことでですね、別にでも、クルーズ TV のことでトピックスを言っていくっていうわけではなくて、ちょっとね、みんな、どうですか？ニュースとか見ますか？見ないです。早い。早いね。自分の興味あるのしか見ないです。基本的に、だってもう今、そう、テレビ、そう、ニュースって言ったらコロナのことばっかだし。そうなんですよ。うん、それはね、そうかもしれないね。暗くなっちゃう。私もネットでしか見ないかっていう。ああ、本当に。私もそう。本当にでもヤフーニュースとかにコメントしている人たちって暇人だなぁと思ってないのは思いますかね。はい。ね、はい、ということで一応説明なのでよろしくお願いします。はい。新コーナークルーズ TV トピックス。はい、ありがとうございます。コーナーというかもう番組だね。この動画はクルーズ TV 出演者で、その時の政治や社会問題の自信ネタからアニメ、ゲーム、YouTube などに関することまで枠にとらわれることないさまざまなホットなお題についてはい、その日の MC が決めたいくつかの MC にとってホットなお題に沿って出演者の皆様にも話していただきます、はい、こんなお題でトークをやってほしいなどのリクエストがございましたらコメントにて随時お聞かせていただきます、はい、それでは本日の MC 森田さん、今日の森田さんにとってホットなお題をお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでですね、今日ね一応考えてきた、トピックとしては、まあ、コロナが一番でかいんだけど、うん、まあ、それだと暗くなってしまうからっていうので、ちょっとね、いろいろと、考えてきた結果、どうですか皆さん、映画って見ますか？映画見に行ったりとかしますか？劇場に。あ、今度ね、ドラえもんの新作が出たから。あー、スタンドバイミーね。そうそうそう。あのおばあちゃんのやつな。あれ、泣く、絶対。いや、見たの？いや、見てなかったの？あ、見てないじゃん。明日始めるんだ。そうそうそう。曲だけで、あ、泣けるやつだった。そう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 。完全にこう、泣かしに来てるやつだなと思ったね。そう、それはもう決まってて、うん、ただそのマリッジブルーじゃないけどちょっとのび太が逃げ出すっていう、うん、一応それでおばあちゃんになってなんだかんだあるみたいなことだと思いますね。最後ハッピーエンドなんだってきっとね。多分そうだと思いますよ。ドラえもんだからね。そうだね。そうね、うん、どうですか？映画他見たりしますか？気になってる映画とかありますか？結構いろいろ、まあドラえもんもそうだけど、なんかもうちょっと遅れちゃったけど、今日から俺らを見たかった。ああ、実写のやつね。見たかったけど、福田監督ね。そうです。面白いんだよ、福田監督もね。大好きなんです。なんか銀魂も私、うんうん、好きで、実写のやつも見たんですけど。うんうんうん、これ、わかる？わかんない。わかんない？わかんない？これ。銀魂の、はい、騙された、騙されたって、ムロツヨシさんがやった。それに対しての、銀ちゃんが、こうやって、こうやってやってるやつ。だから、このやろう、このやろう、このやろう。そう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 。あれ面白かったね。あとラピュタのあれに乗る。あ、はい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 。あれ、それもそうだし、あれ、でも一番笑ったのが、佐藤二朗さんのやつだね。佐藤二朗さんと、須田まさくんの、やりとりがめっちゃ面白くて。どうしたの？そのボタンなんのそれ？そうそう、あれめっちゃ面白かった。ちっちゃい声で聞こえてる。そうそう、ノンノンノン、やめて。プチプチプチやめて。そう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 。あれ面白かった。あれさ、そうそう、福田さんのやつはね、基本的に佐藤二朗さんとムロツヨシさんって必ず出てるんだけど、面白いよね。よしひこ、誰？誰？よしひこね。あれ、本当に生でやってるっていうのが分かるのが、あのね、演者さんがね、本当に笑っちゃってんのよ。そう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 。あのプチプチやって、プチプチやってって言ってる時も、横にいる結構真面目なシーンだから、なんだっけ、名前出てこない。あの、女性の、じゃなくて、七尾さんが、もう笑ってるんだよね。後ろ向いて、こうやって笑ってたら、ちょっと面白いなーと思いながら。とか、勇者ヨシヒコで言えば、二朗さんがね、第3期の一発ね、かなんかで、ね、そうそうそう、バーって話すんだけど、二朗さんが。その時にもうセリフ忘れちゃって、もう全部アドリブなんだ。その時に、
きょのさんが、あの女性の方ね、あのやってた人が、はい、もう紫やってた人が、もうずっとこう、紫やってた人が、もうこう、ってなってんだよ、もういいよ、それって言ってるし、むろさん、あの感じ好きよ、面白いね、あの面白いね。みーちゃんは、なんか気になったのありますか？気になったの、芦田愛菜ちゃんが出てて、うんうん、ちょっと前ね。ちょっと思い出せない。宗教にハマってる両親の子供の葛藤みたいなのをやってるプロで、それを見てたいなって。なるほどな。あと、セーラームーンも今やるらしいよ。ああね、やるって言ったね。うん、それも見ることもない。やっぱ女の子好きだね、セーラームーンとかお邪魔女ドレミとかね、好きなんだね。なるほどね。うん、あのね、僕、芦田愛菜ちゃんって言ったからと言うんだけど、芦田愛菜ちゃんって言ったら、今もう見てるしかないから、頭の中に。見に行きたいんだよ、僕より。そう、あの、12月25日クリスマス公開だよね。皆さん、楽しみにしておいて。大人になりましたね。はいね。はいね、プペルで、主人公から、ルビッチャって。はい、ということで、今日はですけど、はい、まあ、映画の話をしたんですけど、今日は、何の話をするのかね、こちらです。もう今話題ですね。もうすごい話題です。こちらでございます。はい、鬼滅の刃。鬼滅の刃ですね。はい、ね、見に行きましたか、皆さん。行ってない。行きました。行きました。行ってない。だから俺とみーちゃんは見に行ってるからね。うん。興行収入が233億。歴代何位でしたっけ？3位です。はい、すごい。で、その上が君の名は250億で、一番上が千と千尋が305億。追走かもね、6かもね。うん、まあね、だからロングランをやるんだったらもしかしたら抜くかもしれないけど、ね、うん、まあ、鬼滅の刃ですよ、今は。すごいですね、もう人気が。私、原作とかアニメもほとんど見てないんだけど、うん、それでも映画見てる人はついていけるもんな、初めて映画見る。だからその世界観とか、そういうのを知れば、多分あれだけど、まだこれを見るんだったら、一回多分アニメの、漫画を読んでしまうともネタバレになってしまうから、アニメの一期とか見ると、結構楽しめるかな。でも、見なくても楽しめるとは思うけど、うん、結構ね、泣けるシーンもあるしね、うん。僕は泣かなかったんですよ。多分女性は泣く人多いじゃないっていう。ずっと泣いてましたよ。だよね。ずっと泣いてました。感動した。そうね、うんうんうん、もうだから結構ね、最初の段階で、まあもちろんね、一番泣くところはもう結構クライマックスのところなんだけど、僕は泣かなかったんだけど、その一番最初の、だいたい始まって1時間経たないくらいのところで、まあ夢って書いてあるのがわかるんですけど、夢の中でね、一回泣きそうになるんですよ。これ、一回夢の中で一回泣きそうになるんですよね。そうそうそう、だからうまいですよ、そういう風に言ったのと。ポロッと涙を出させる、その準備を整えてるんで最後に持っていくから、めちゃくちゃうまいんですよ。だからこれはうまいな。僕2回目にしようこれ。はい。最初、だから一発目ってさ、普通の値段だったら1900円だったんだけど、友達がまだ見に行ってねって言うから、見に行きたいって言うから、じゃあ安い値段で買える会にお前が行けるんだったら行ってもいいよって言って、安いし、夕方割とかですよ、今調べたら、うん、だからそういうこの時間にお前行けるから行ってもいいよって言ったら、あ、そう行くって言って、ちょうど昨日かな、見に行って1300円で安かったので見に行きましたね。面白かった。レディースデーがあるから。そうね、私もレディースデーレディースデーっていくらだっけ？1300円。それってあれですか、誘われなかったら1回で見ました？あ、行きたいなと思ってた。行きたいなと思ってたけど、行きたい、一人で行くのもなんだから、だからもう行く人がいるんだったら行こうかなと思ってたのかな。2時間以上、それくらい？2時間10分とか。あ、1時間かかる。いや、じゃないです。6時から始まって、6時半から始まって、終わったのが8時10分なんで、2時間10分くらい。あれがあるんですよ、予告がある。うんうんうん。だから長いですよね。まあ、ちょうど2時間くらいじゃないですか。本編は2時間くらいかな。ね、まあまあ面白いですよ。普通に面白かったね。見て面白かったね。ね、これね、なんだろうね。まあでも、なんだろう。この、まあホットな話題だからね。一応、まあ、ちょうど昨日行ったし、うん、まあ、それもあるかなと思って。まあでも興行収入的にはやっぱすごいですよ。うん、多分、公開して10日でもう100億いってたんで。そう。だから、見に行きたいとは思います。はい。じゃあ、私は、なんか、変な反骨精神じゃないけど、流行ってるから絶対見
がないみたいな。ああ。絶対見るもんかと思って、やってるからあえて。そうで、みんながもうねってなった頃に見て、ああ、入れときよかったって。グッズとか、そう、もうなくなっちゃった。あの時に良かったって言われたって分かってるけど、みんな行く。あのね、褒め倒すわけじゃないですけど、作画が尋常じゃないです。本当にね、これはもう本当にそうですね。見たら見るじゃん、わかると思うけど、もう実写みたいだよね。すごい綺麗。そう、むちゃくちゃ綺麗なので。人も綺麗だけど、なんか周りの風景がね、やばいです。髪じゃないか、葉っぱ一枚一枚がもう、こう、ざわめいてる。そう。そんな、だからもう、初っ端だよね。初っ端のシーンでもうそれが見えるから、やっべえな、作画と思っての。そう、めちゃめちゃ多分お金かけてんだろうなっていうのは思いますね。まあ、ちょっと逆にごめんなさい、映画館側のことを聞きたいんだけど、映画館って今予約なしって普通に入れるものなの？いや、土日は予約ないですね。まあでも普通にその場で行ったら買えるもん。消毒券を必ずするけど、まあ そ, うね、そう。まあでも平日は、あんまり後輩にならないから、一個飛ばし。俺がいつも行ってるところはね、一個飛ばし。ソーシャルディスタンス。そう。ソーシャルディスタンス。最近なんか映画見に行きました？でも映画館やっぱそれこそその今日から俺は見に行こうとしたらそこでちょうどあのコロナがなっちゃって、まだ第3波で、あの もっと前、結構前だったから、今日から俺はだからその3月4月とかあこら辺だったよね。もうちょっとなんかちょうどそこの劇場を使った人がなったっていうのが分かって衝撃に入っちゃったんです。だから行ったら閉まってて行けなくて、なるほどね、それから行けてないんで。あ、なるほど。あ、じゃあもう直接行くんだ、いつも劇場には。行きますね。あ、私もそういうタイプ。俺もネットで予約していくから。じゃあ確実だね。そうで、あの人にも会わないし、チケットでピッピッってやれば出てくるから、それ持ってただ入るだけだから、あんまりこうあれもないし、あのオンラインをね、いっぱいこう使えるようになるといいと思う。そうですね。した人に会わなくて済むし。なんか結構ギリギリで決まったんですよね。だから分かったのが、発覚したのが結構ギリだったから、多分ネットでも、あ、前日は見てたんですよ。やってるっていうのは。この日もやってる、空いてるってのを見ては言ってるんですよ。予約はしないけど、丸とか三角とかあるじゃないですか。で、三角でもないし丸だから行こうねみたいな感じで。行ったら、なるほど。それで、まあ、ちょっとやっぱそういうのもあれだなと思って、それからなかなか行けてないから、本当に前ですよ、そういうのがなる前に行ったきり。はい、なるほど、ね。アニメのですね、誰も知らないと思って。みゆちゃんはそれこそ鬼滅かな。鬼滅、そうですね、一番近いな。その前は隅っこ暮らし。隅っこ暮らしね。ね。誰も泣きました。2分の1の魔法は結構人気だったのかな、あのディズニーかな。ピクサー。私それでアラジン見に行ったのが最後だ、私。あ、本当に。実写の。実写のアラジン。あれ面白いっていうね。そう。え、魔法の絨毯とか本当に飛べるって。まあちょっと CG でね。ふわふわってなるやつ。まさかちゃんは一番近いアニメの映画だった。私、全然見てないかも。本当に、あの役者やってるだったら見なさい。一応これ基本だぞ。金曜ロードショーね。映画館にここ最近行った記憶がないかも、全然。映画を見るでしょ、でも。あ、まあ、金曜ロードショーだけじゃなくて、例えばその、ネットフリックスとか、Hulu とか、ああいうのがやってない。YouTube は結構見る。なるほどね。まあまあ、でも、本当に映画、今すごいっすよ。やっぱこの映画はね。ちなみにこれ、興行収入が今さ、233億なんだけど、一応、この歌を歌ってるリサさんのね、小村っていう曲があるんですけど、あれもずっと売り込んじゃって1位です。やっぱりね。もう相当多分だから、面白いっていうことだと思います。小村って小村です。炎って書いて小村って。そうね。はい。で、まあ、2期が、これは不確かな情報なんですけど、2期はやっぱこれをね、やったら2期ってこう、みんな気にすると思うんですけど、はい、2期は大体、僕、アニメ研究家からしてみると、あの2期は大体早くて来年の暮れ。来年の暮れ、2021年の12月。そう。引っ張りますね。そう。早くて、
そう、早くて来年の暮れだって言われてます、うん、で遅くて再来年の夏ぐらいまでには行けるんじゃないのと言われてますけど、わかんないですね。まあ、その、あれ次第です。熱をこう食べさせるんですよね。そうそうそう。うざって、すごい食いで。多分ですけど、まあ、わかんない人はね、あのそうなんだぐらいで聞いてもらえばいいんですけど、一期で、まあ、無限列車の前までやったんですけど、で、一期で無限列車の、延長まで、無限列車もやったりです。次の、ターンが、遊郭編っていうのに入るんですよ。この遊郭編っていうのが、まあまあ、これもまた面白いので、まあ皆さん楽しみにしといていただければ。なんか俺、なんか、別にお金もらってるわけじゃないからね。そうそうそう。まあまあ、楽しみにしといていただければと思うんですけど、あの、この原作読んだ人はね、知ってると思う。今知ってます？原作、の、その、コミックランキング1から21、全部決めてたから。うわぁ、楽しみ。そう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 。今、どこ行っても買えないから。ええー、マジだね。うん、そう。でもどっかのリポートで見た曲あるの？多分もういない。あ、ない。多分それあれじゃない？映画公開する前だと思う。そうだったっけ？だと思う。映画公開して一気にゴーンって上がるから、ね、の一気にまとまりますね。絶対見ないの。なんだろそのプライド。ね、僕はねアニメが好きだったからこれは見に行こうと思って。これとアクテルは見に。ですね。なんか気になるのありますか？これみたいなみたいな。それこそセーラームーンでしょ。そう、セーラームーンとドラえもん。他は？私さっきそう言われて思い出した、おじゃまじょ。今日から？次いつからだ？なんか今週かな。もうやってるはずです。本当に？あ、じゃあこの間の土日からかな。やってるみたいなんでちょっと見たいなと思って。めっちゃ見てたからちっちゃい頃おじゃまじょ。なんかコスチューム着てます。私もなんか映画とかになる前にそのアニメとか漫画とか見てない頃ってなんとなく。見るとちょっとためらう。あ、それはそうね。私熱量で見れないから。まあね、とにかく鬼滅はすごいです。まだ見てない方はね、ぜひ見ていただければと思います。ただでも今回のやつで俺の推しがあんまり活躍をしなかったので、ちょっとだけ推しが誰？ね、吾妻善逸っていう子なんですけど。あ、ここにいる人？そう、あのこの人気ですね。すごく多分一番二番ぐらいで人気なんじゃない？多分吾妻善逸。絶対この子好きになるよって言われました。そう、あのね、俺基本的にダメな人が実はすごい好きなんですよ。全部の作品そうなんですけど、だからそのサクセスストーリーみたいなの好きだし、ダメな人がこう成長していくのが好きなんですけど、まさにそれなんですよ。そうだからいつもは、まあ、これはまあ見ていただければ分かる、もうネタバレしてるか分かると思うんだけど、いつもはもう怖いよ、鬼となんて戦いたくないよって言ってるんだけど、気絶した時のこいつめちゃくちゃ強いんですよ。そうね、ちょっとかっこいいちょっとかっこいいからね、ちょっとかっこいいから、あそこしかなかったからちょっとね、ちょっと悔しいんだけど、まあちょっとかっこいいところはあってね、ね、そこはね、あの見てあのしっかりしていただければと思います。あのもうなんか繰り返し言いますけど、これ別に企業さんからお金をもらってやってるわけではないですからね。そう、ただ好きです、ただ好きですね。はい、ね、もしよかったらね、ぜひあのありがとうございますね。映画といえば、そうそう、あの2人も映画に出るけどさ、なんか見どころとかある？見どころ、ネタバレしていいよな。ネタバレはダメだよ。ネタバレはダメだけど、こういうところっていう。あの、私たちのミッションがね、あ、それ以上は言えないけど、ミッションのシーンをよく見ていただければ。そう、みんな全員自分なりに頑張ってやってきた成果をいざ出しますって時の緊迫した雰囲気だったりとか、ピリピリしてたね、あの感じとかをぜひね、味わっていただけたら嬉しいかな。あと逆に映画の本編とかそのに映ってほしくないのが、私がオーディションの時にセリフ飛んだとこが走って泣いてほしいんだけど、セリフ飛んだって言っちゃった。あー、オーディションのあれとしてほしくない。お願いします。そういうドキュメンタリーっていう生な感じの、そうそういうことですね。そうですね。そうだからあのね、俺ね、これ今だから言えるけど、俺さ現場にいたじゃんか。だからその頑張ってる人たちで、ここでさ、こういうふうに仲良くしてる人たちじゃんか。だからあのもうね、あのいろんな人から、あの大人からね、あのお前もプレッシャーかけろって言われてたから、あのね、プレッシャーをかけてたけど、ちょっとやっぱかわいそうにはなったよね、さすがに。で、発表の時に
じゃあ発表じゃなくて、そのオーディションしてる時とかっていうのも多分、ね、あるんですよ。そういうところがあるんですけど、僕も結構プレッシャーをかけてたので。そう、全然違うの。そう、森田さん研究してたのが結構噛んでるね。まさきちゃんとこはね、まさきちゃんとこはね、でも、赤身のところとかは多分普通にできてるはず。ちょっと甘かった。ちょっと甘かった。まあでもあれも緊張すると思うんですよ、あの舞台はね。森田さんは推しの女の子がいたの？いや別に、俺はもうフラットに見てたから。そう、それはあったかな。でもさ、あの発表の前からしてたでしょ、誰が。まあそれ気になるだろうけど、今は言わなくていいよ。まあまあ、僕はだからその司会なので、多少ありましたけどね。いやー、そうか、12月の何日でしたっけ。12日ですね。12日ですね。土曜日ですね。はい、もしよければね。私たちに舞台挨拶するからね。そうって、ほんとね、まだね、いっぱい余ってるから、ね、花束とかぬいぐるみとか持ってきてくれたら嬉しいです。待ってるよー。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、で、サングルにちょっと少ないって言ってました。そうだね、で、あれです、僕、もう本当に僕だけのトピックでいいですか。はい、いいです。僕、今20にハマってるって言ったじゃないですか。縄跳びダンスの20。そう、縄跳びダンスの20ね、ハマってるって言ったじゃないですか。一人、僕の推しの子が、体調不良で、あれになったんですけど、今、休暇してるんですけど、もう一人ね、実は、今日、多分ニュースで知ったんだけど、もう一人がなんか、体調不良でまた抜けてるんですよ。あれどうしたのかなと思って、これはちょっとね、僕の中ではトピックですね。やっぱりこう、精神面の疲れとか、まあ、体も急に忙しくなったからとか、いろいろあるんでしょうね。多分あるんだと思うんだけど、なんかやっぱ心配ですね。うん、そこはね、ちょっとね、頑張ってね、早く戻ってきました。紅白も出場決定したんですよ。そうなんですね。はいね、早く帰ってきていただければと思います。よろしくお願いします。観客じゃない多分、しかできないんじゃない、さすがにできないけど、紅白も見るけど、俺なんかね、結構ザッピングしてみるんだよね、大晦日って。紅白見ながら、基本ベースは、笑ってはいけない。ベースは笑ってはいけないんだけど、紅白もなんか、他のテレビとかで、なんか、あ、今出てると思ったらザッピングしてみるみたいな、そんなのはありますね。そんな感じですね。今のその20代考えると昭和のアイドル本当すごいなと思って。そうだね、生放送でも寝る時間もなくて移動して、ここ出てたと思ったら次こっち出てる。そうそうそう。だって昔はさ、レコ大紅白同じ日にやってたもん。そう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 。だからそれこそピンクレディさんとかすごかったですね。そうだね、そうだと思いますよ、本当に。あとはだから今はアイドルさんって、昔のアイドルさんってそんなに踊ったりとか、で、そういうのは、まあ、ちょっと振り付けはあるけど、っていう感じだったら、そう、じゃないですか。でも、今の K-POP って、むちゃくちゃ動くから、ちょっと見たけどすごかった。そう、むちゃくちゃ動くから、やっぱしんどいのはしんどいと思いますよ、ずっとやってるとね。なので、ちょっと心配だなっていう、ただ俺の中だけのトピックです。ごめんなさい、ちょっとね、言っていきます。ただ心配にはなりましたね。書いてみていただければと思います。せっかくね、紅白も決まったので ね。はい。まあでも無理はしないでください。無理して帰ってきても多分嬉しくないと思うので、しっかりゆっくりして、ちゃんと直して早く帰ってほしいなと思いますね。はい。ね、はい。ということで、クルーズトピックでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。楽しいと思っていただけましたらですね、高評価、チャンネル登録していただければ嬉しいです。下の、概要欄の方にね、クルーズのホームページもありますので、そちらでいいものがありましたら買っていただけます。大丈夫ですし、ツイッターもね、貼り付けてるんですよね。はい、このメンバーのツイッターも貼り付けてますので、そちらの方も確認していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、ちょっとね、なんだかんだでちょっと長くなってしまいましたが、トピックですね、こういうね、これもね、ちょいやっていこうと思いますので、はい、皆さん楽しみにしておいていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、クルーズタックスでした。ではまたお会いしましょう。じゃあね、またね。バイバーイ。バイバーイ。